皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、青葉ちゃんのステージ行ってみましょう。544ステージだと思います。合ってました。さあ、では行きましょう。おっと、端っこの方にあれですか、アイスがあるんですね。紫色がありますね。厄介ですね。真ん中にブロックあるから、ブロックも消さないといけないですか。さあ、こうして、はい、消して、ブロック先に壊した方がいいですかね。特殊ジュエル作れないとあれですからね。結構厳しいですからね。どうしましょう。難しい。どう消したらいいかが。まあ、これで紫消しておいて、はい、下げて、微妙ですね。さあ、こうして、流れちゃうから厄介ですね。で、こうでしょ。で、黄色消えるでしょ。よーし、特殊ジュエル。わあ、黄色、オレンジ、まあ消していきますか、適当に。はい、紫。回数はあと27回。まあ、まだたくさんありますね、回数は。さあ、では黄色落として、オレンジでしょ。特殊ジュエルが作れない。これで一段下げますか。で、特殊ジュエル作って、もうろれつが回ってないとあれですよね。ああ、そういえば今日北九州市でなんとですね、びっくりなニュースが入ってきたんですけど、旦過市場さ、火災が発生したらしいですよ。で、いや、ショックですよ。奈良くん、まだ行ったことなかったですよ。行ってみたいなってずっと思ってたんですけど、まあ、旦過市場さんってあれなんですけどね。市場なんですけど。山口県の下関によく行ってる市場さんがあるんですけど、まあ、そちら近いですよ。北九州市だから、向かいみたいな感じなんですよね。いつも迷うんですよね。下関の市場に行く、何市場か、ちょっと忘れました。唐戸市場さんに行くか、旦過市場さんに行くかで、いつも迷っちゃうんですけど、いつもちょっと遠い方に行っちゃうんですよね。さあ、これでこっち消しておいて、ですか、120店舗ぐらいあるうちの3分の1ぐらい燃えちゃったみたいで、いやー、ちょっとショック。さあ、青来て。青来ないですか。あ、星が来たけど青がない。さあ、ここで1個青。ちょっと待って、1段下げる。はい。1段下げよう。じゃあ、ちょっと星と、はい、使っておいて。ほら、これで緑でしょ。これで青が流れるでしょ。ほら、これでいけたじゃないですか。来ました。ありがとうございます。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画をお出ししておりますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。